皆さんこんこにちは、までございます今日からね筋トレを始めたんですよ。なんでこのタイミングにこのおじさんがと思うかもしれないんだけどもまあね、えー、筋トレをするとですね得なことがあるっていうのはよく分かってることなんですよ。まあ、それがまあ女の子にモテるとかそういうことではなくて、えー、筋トレ、まあ、筋肉があるかないかで人生が変わってくっていうのはね、まあ、前から知ってることだったんですね。どういうういこととかっていうと 準備ががでできてないいなな方向には体重がかからないんですよだから、えー、若い子ってぴょんぴょん跳ねてねえねえ一緒に遊ぼうよってやってくれるんですけどもいやいや俺もうおじさんだからぴょんぴょんしたくないんだよって言ったとし,してもまああの遊ぼう遊ぼうよって言ってくれるんでまあ、ちょっとどっこいしょってやるんですけどまあ何かあのー、若い子みたいにはかなわないですよね。なのでまあなんていうかねそれを見てふと思ったんですよ。あ そうかぴょんぴょんできる子っていうのはぴょんぴょんできるように体ができているんだなということが分かったんですよ。まあ当たり前のことなんですけども、まあ、昔自分たちも若い頃はぴょんぴょんやってたわけじゃないですか。なのであの要はそれに対応できる筋力だとか体力がなくなっちゃってるんだなっていうのが分かったわけですよ。まあ、体力イコール、まあ、ある意味筋力であるって言っても過言じゃないと思うんですよね。 えー、できないあの運動ができないわけですから、まあ、ある意味一緒というふうに言っても過言じゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですけども要は準備ができきている動だからえー、よっこいしょってやってるようだと何て言うかそのなので、えー、今日からですね筋トレをしてまあちょっとこう100キロ上げるっていう目標が あってもいいと思うし、まあ、未練にもやってほしいんですけどもね。筋トレを始めてですね。まあ、懸垂が十回できるとか、二十回できるようになるだとか、まあ、百キロを上げるだとか、まあ、若いことをぴょんぴょんするとかね。えー、まあ、行動的になるっていうのがね。一つの、えー、いいこと、いい反応だと思うんですよ。まあ、とにかく、行動を起こすためには、筋肉が必要だってことがわかっています。そして、最近の、ここ数,数年でわかってきた医学ではですね。えー、筋肉が最。最 最新の医学としてて注目されてるんですよなんでかっていうとですね、まあ、筋肉は熱を産生するでしょだからまあ男の人より女の人のほうが冷え性が多いっていうのは筋肉の量の問題っていうのもありますよねなので、まあ、筋肉を増やすことによって、まあ、熱を酸性することが多くなりもちろんこう体温が上がってくる可能性があるので健康的にはなると免疫にも強くなってくるってことも言われているしあとなんかね筋肉っていうのは栄養素の貯蔵庫でもあったりするので まあ、そういう意味でもですねまあなんていうか筋肉筋肉に栄養貯めてるとまあ死ににくいっていうかねまあ飢餓な状態になったとしても、まあまあ、筋肉があの溶けてくれてあのそれを栄養にしてくれるからまあ長生きしたんじゃないかなみたいなこともあるし、まあ、何にしろですねそして、まあ、お金を使わないために、えー、こんな時代ですからね 家の中で筋トレをやることがですね一番なんかこう理想的じゃないかなとも思うんですよね今日ですねあの筋トレ専門家の先生に会ってきていろいろ話を聞いてきたんですけどもいろ、まあ、んないい話を聞かせてもらいましたでえー、まあ筋トレってあの要は筋トレすると免疫力上がるんですよね先生って聞いたらまあやりすぎると免疫は逆に下がっちゃいますって言われてて、ねまあ、確かにですねその先生とお話ししてて えー、思い出してたのはアメリカの大リーガーの練習を見てたこともあったし格闘技ジムで、ね、ト,レトレーナーをやったこともあったトレーナーっていうのはあのー、その体操を見てたとか、ね、じゃなくて、えー、コンディショニングトレ,ントレーナーっていう範囲を担当してたことがあったんですよ。あのあのダン・ヘンダーソンというあの名選手がいたんですけどそこのジムでね、えー、チームクエストとろで。 あのトレーナーみたいなことをやったことがあって、えー、選手を見させてもらったんですけども練習時間がね驚くほど短いっていうのがねアメリカのプロスポーツ選手たちの練習時間の、まあ、驚くべき秘密ですよね。で日本の練習っていうのはね今はまあそうでもなくなったらしいんですが僕が高校生の頃とかってね柔道部にいたんですけども。 時時間練習3時間練練習習って当たたり前でしたよね監督の期限次第でね、まあ、2時間の練習が3時間になっちゃったりとかするし朝練とね夕練っていうのがあったりとかするしもうね大変でしたよねでランドリーっていうのがあるんですけど要はあの組んで、まあ、投げたり投げられて、まあ、僕なんかあの白帯で入ってしまったんで、えー、投げられっぱなしだったんですけども要はランドリーがですね4分10本とかね、えー、5分 10本とかあるんですよ。だからまあ、50分戦ってなきゃいけないっていうかまあ、なんとなく。ああと、とあと7本残ってんのかとかね。あと、あと3本残ってるとかね。いうのを計算しながら、あのー、1本を全力でやってないってことにね。気づくんですよ。つまり練習時間が短い。例えばランドリーを3本5分3本だけっていう風に。 やれば、もうね全力で何て言うかなやったでしょうねなんかまあそういう感じがアメリカの練習なんですよもう内容をギュッと詰めて集中力をビシッとやって、えー、この時間で全てを出しきれいみたいな感じで練習するんですよねだから成果が上がってるってことがまあ科学的に分かってきた統計的に分かってきたらしくてまあ、日本の筋トレのあのー 筋トレマニアなんかでも今までは3時間とかね、まあ、4時間とかジムにこもってこう一生懸命やってたっていうのがまあなんか筋トレしてる俺ってかっこいいでしょみたいな感じでやってたらしいんですが今はねあの40分ぐらい上半身だったら上半身だけをぐーっとやって、えー、集中してやってそしてさっとシャワー浴びて帰るみたいな感じが、あのー、今のトレンドになってるようですだからまあ長い時間やるっていうのはあまりいい問題ではないなっていうふうに言われ始めてますねでそれから まああのー、おそらくですね今日スクワットやってみたんですよ。で、まあ、いろんな種類のスクワットがあるんですけどもブルガリアンスクワットっていうのがあって、まあ、片足を後ろの台に乗っけて、あのー、片足のね足の甲を台に乗っけて、まあ、片足は遠くに、あのー、直角に膝をね曲げて立ってそこでまあスクワットしていくんですけども要はですね膝が つま先の方向に行ってしまうと大体首都ンが緊張するし鍛えてしまうし、えー、膝を直角に立って出ているとですねハムスリンがパツって張ってくるなっていうのが分かってあこれは面白いことを学んだなっていうふうにね今日1日納得でしたね。まあ、おそらくですねあの久々にやっってしまった運動なので、 えー、知は専門用語で言うと「知発性筋肉痛」っていう、まあ、ただの「筋肉痛」っていうんじゃなくて専門用語では「知発性筋肉痛」っていうんですけどもまあ不慣れな運動をしてしまったのでそういうのがね起こってくるんじゃないかなと思ってそれはそれで楽しみですねさあそしてですね、まあ、論文というかですね論文を読んだ専門家がこういうふうに考えるよっていうコメントがあったんで、まあ、それを皆さんに紹介していくと筋肉痛になった後と えー、正しいいフォームが取れなくななくるじゃないですか,なんか例えば階段降りるのもままならないみたいなことになっちゃうと正しい,正しい例えばそのバッティングのフォームとかそのゴルフのスイングのなん,ていうか踏ん張るだとかタックの練習だとかできなくなっちゃうんですよ。まあ、できるんですけどっていうか監督にやらされるんですけどもそれでも正しいフォームでできなくなっちゃうっていうことによって、えー、そのフォームが崩れるからうまく練習ができないってこともあったりする ですがそれを研究による,、まあ、るとダーツをね投げさせたっていうことだったんですが、まあ、要はその筋トレをした後、えー、筋肉痛がある時では集中して、えー、投げたとしてもなんかこの的に的から、あのー、いつもの調子が出なかったっていう論文があったんですけども、まあ、全くその通りですよね。まあ、筋肉痛をしていていは 日常生活ままならないぐらい追い込まれてたりするとですねまあなんていうかそのスポーツの練習には向かないでしょうねだからなんていうか上半身の日そして下半身の日っていに分けた方がいいと思うし、まあ、それでも練習はしなきゃいけないと思うのでスポーツ選手は大変なんですが、まあ、なまあ何にしろ抵抗を超えていかないとまあその正しい フォームのの練習もでできなくなくくってくるので、まあ、何にしろ、えー、フィジカルをアップする時っていうのは筋肉痛になっちゃうんでそのために練習休んでてもしょうがないのでまあ結局やるんですけどもまあ追い込みですよね筋肉痛になっても追い込みをすることによって、えーまあ、強くなっていくんだろうなというふうに思いますね、まあ。とにかく今日の一番言いたいことはですね、えー、やり続けてもうまくいいかない つまり勉強を続けててもですねなんかまあ4時間も5時間も勉強してもしょうがないので1時間だけ今日はこの三角形について学ぶっていうことだけをして時短、えー、終わるっていうのがまあ一番いいんじゃないかなっていうふうに思うわけです、えー、なんかねコロナのコロナの自宅待機のためにねうつ病の人があの多く出てきたよっていう、まあ、ニュースを見たりだとか、まあ、僕の知り合いでもですねなんかもう どうしたらいいんだとかね、まあ、ちょっとこう仕事がなくなっちゃったとかいう人がいてどうしようもないって言ってまあなんていうかあの自宅にずっと一人でいるともう不安で不安でっていうふうになっちゃってる人がいる,でいるようでまあその人の環境を考えるとですねまあ本当に大変だなと思うんですけども治療科っていうのは比較的こう患者さんのために生きるというか。 えー、社会貢献のために生きる仕事なので、まあ、患者さんの痛みを取るために勉強することはできるじゃないですかだから今日も、えー、運動学についてこれとこれを学んだっていうことで、えー、自分自身を納得してですね一日を終えてもらった方がいいんじゃないかなというふうに思います、まあ、もし治療家自身がまあ何ていうかそのうつ病になるきっかけがあるんだとすると自分は必要されてないんじゃないかとかね えー、自分の存在価値を疑い出した時にそういう病気になったりする人もいるらしいのでそういう時は、えー、自分は今日は患者さんのためにこれをしたあの未来の患者さんのためにこれをしたっていうことで、えー、自己完結型でね納得していただいて、えー、もう筋トレして寝るっていうのが一番いいと思うんですよね寝れない人は、ね、筋トレしてない人なんです,よ筋トレするとねなんかもう心地いい心地いい疲れが出てきてですね まあそんなことなのでですね筋トレおすすめです、えー。よかったら皆さんも一緒にですね100キロ持ち上げるか、まあ、若いことをぴょんぴょんするかなんかまあ行動的になるか、ままあ、この時にこの時期にこう行動的になっちゃうのもまあ日本政府としても参っちゃうことかもしれませんけども、まあ、行動的非行動的よりは行動的の方がもちろんいいと思うし、まあ、コロナが収束した時に バッとね、仕事に精を出せるためにも、えー、筋トレっていうのはまあいいんじゃないでしょうか、まあ、心の健康体の健康のためにもやりすぎは良くないけれども、えー、健康維持のためにも筋トレをおすすめしときますそれではまた